横浜港横浜南部市場南部市場正門付近地図横浜南部市場は神奈川県横浜市金沢区鳥浜町にある横浜市が設置し現在は管理民営化されている市場民営の下記地方卸売市場横浜南部を併設する2015年3月31日までは横浜市が管理設置する 横浜市中央卸売市場南部市場であった。横浜市中央卸売市場南部市場は、横浜市民を中心とする、地域住民のための流通拠点として、卸売市場法に基づき開設運営されていた市場である。1973年開場。1987年には、全国で、初めて市場に面した海から海水を汲み上げて、利用する。 活魚用海水供給施設が作られる。2010年には2014年度までに南部市場を本場に統合する中央卸売市場の再編計画が横浜市経済局により発表された。2013年2月に公表された進捗状況では計画通り2014年度末までに南部市場を中央卸売場としては廃止し、 本場の一部整備が完了するが、統合に伴う、本場全体の整備完了及び共用開始は2016年度になるとしている。このスケジュール通り南部市場は2015年3月末で廃止となり、本場に統合された。中央卸売市場として廃止後の活用については、本場を保管する、加工、配送及び流通の場とするほか、 にぎわいを創出するエリアとして、跡地の一部を整備する方針が示されており、職に関連した集客施設、ブランチ、横浜南部市場が2019年9月20日に開業している。また、下記部は民営地方卸売市場、下記地方卸売市場横浜南部として開場している。下記地方卸売市場横浜南部は、 横浜市中央柿卸売協同組合が運営する柿の地方卸売市場。2015年4月1日に横浜南部市場に併設される形で設置された。横浜市中央卸売市場南部市場に関するカテゴリー柿地方卸売市場横浜南部に関するカテゴリー。ありがとうございます。